砂川分水は玉川浄水の分水路である。玉川浄水の水量減少や氾濫の原因になることから、分水は認められることは稀であったが、水不足に悩む砂川村民の願いより認められ、明暦年間に完成した。用水完成により、砂川村では桑の生産による、生紙業や生茶業、うどの生産など、賑わいを見せ、 日田村落として栄えていった。砂川村の発祥は1627年に遡る。砂川村は現在の砂川3番、4番付近に流れていた旧山堀川付近から開拓が進んだ。ただし、もともと武蔵野大地の水理の乏しい土地柄であり、強風のために家の中まで赤土が入り込むため、 神棚にごぼうの種をまけば作物が育つと形容されたほどであった。砂川分水は玉川浄水改作から3年後の1657年に改作された。これは最多の時期で33存在したという玉川浄水の分水中でも比較的早くに改作されたものである。1870年の分水口改正により取水口は 立川市と秋島市との市境に近い松中橋に、翌年、場所が移された。立川市、国分寺市、小平市、小金井市、武蔵野市、三鷹市、調布市を流域とする。この統合により砂川分水に限らない多くの取水口を統合したことから、砂川用水とも言われる。平坦で山や谷などの障害のない地形のため、流路は五日市街道沿いに、 直線的に流れていた。大湖の川幅は6尺あり、水量も豊富であった。1876年頃の記録によれば、川幅は約1.2メートルあり、約6390メートルの距離があった。砂川村では、大正初期、この用水を利用して、村営の水力発電所を作る計画が存在した。1914年10月26日に、村議会が、 この計画を承認したものの、結局実現しないままで終わっている。これはすでに既存の電気事業者が進出してきたためであった。後に道路拡幅などによって開挙部分が全延していった。1958年の記録では約2 6キロメートルの長さになっていた。立川市内の分水は、秋島市との境界付近から天皇橋までは遊歩道として利用され、 海峡部分は、立川市内では、玉川上水付近のごく一部が残っている。五日市街道沿いの流路は1960年代には、歩道となって水路を見ることができなくなっている。1653年の開作当初の取水口は、現在の稲荷橋上水にあったが、1871年に一番町二丁目の松中橋上水に移動した。 天皇郷より五日市街道に総右農家の庭先を延々と流下し、関の郷より南下市水路の上を横断し、小金井の二地を通り中央本線を、堺変電所付近で横断し、小金井市、三鷹市を通り、三鷹市の尾崎より、調布市、神大寺、金子の水田の灌溉用水として引水される。全長は 20.05km で、 そのうち海虚部は 8.01km で40%、暗虚部は 12.05km で60%である。農業用水、生活用水として使われた。ありがとうございます。